福澤の声です。かっこいいと思うとこ、ありすぎて見当たらないですね。見当たりまくってんじゃん。全力で頑張りすぎて見当たらないです。ライブの日のルーティーン、そうですね。なんだろう。あ、ライブ前絶対ご飯食べないですね。なんかワンマンとかこう単独公演とかがあるときは、まあ朝食べたらそこからライブまでは一回も食べないとかあります、ね。そうですね。好きなんだ。1曲ぐらい好きな曲あってもいいじゃねえかよ。まあラブシックっていう、まあね、日本語訳で例えると、まあ、恋の病といいますか。うわっ、おい。ダンスとかがすごい好きで、すごい見どころかなと思います。あんまり全員好きじゃなくて、あんまり言わない。言うね。こいつのここが好き、まあ、さっきも言ったんですけど、僕あのサク君いじるのめちゃくちゃ好きで、あのいきなりあのドッキリを仕掛けると、あの想像してた以上のもので返ってくるっていうか、もうめちゃくちゃ面白くて最近ずっといじってますね。そうですね、僕ですね。ここでしか聞けない。そうですね、まあ、ブザー集めるのはまあ大体1週間ぐらいで集まったんで、まあ、多分あと1週間あればもうちょっとかっこいいメンバー集まる。一番先に俺除外されるわ。ライブの見どころ、そうですね、まあ、まあ1週間では集めたんですけれども、うん、あの顔面偏差値はねすごい高いと思いますんで、まあ、そこが見どころなのと、こうライブがすごい盛り上がるといいますか、そういう曲が結構多くあったりとか、まあ、その反面こうめちゃくちゃかっこいい曲とかも揃えてるんで、まあ、ライブ1回見に来てもらえればこう結構ブザーっていうグループはちょっとハマるかなと思いますんで、ぜひ見てください。てか、それすらもどう